お疲れ様です、吉田さん。その1000万の方のね、1年数ヶ月前からの変化ってのは、凄まじいなと思います。で、私はね、人間が変わることって、ほんの薄皮一枚の壁を乗り越えるかどうかだと思うんですよ。で、人間にそんなに能力の差はないんですよね。で、もっと言うと、劣ってるからといって稼げないわけではないんですよ。稼げることと、頭が良かったり、大学をどこ出てるか勉強が得意なことってのは、あんまり関係ないんですよね。で、どんな立場の人も、 お金は稼げるしどんな立場の人もやっぱ薄皮1枚を超えなければ稼げないんだと思いますで自分のことを振り返ってみてもネットビジネスに出会うまではね私は単価300円でやってた人間ですよしかも300円の回収に30分とか40分かかってたわけですよでそんな私がですねマージャン店をやっていてこのままじゃあどう考えても打開できないなと思っていたんですが仮にね 私が商品を何かね、高いものを売るとして、家かな土地かな、別荘かな、不動産かな、っていう発想しかなかった。つまり先入観に縛られていたんですよ。で、ある時、ネオヒル付けの動画を見てね、あの、短期間で1億2億稼ごうと思ったら、10万20万のものがポン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 売れないとダメなんですよ、っていうふうな、至ごく当たり前のことを言われて、あ、この当たり前の感覚でいいんだ、と思ったんですよ。 いや私もね、あらりが10万、20万のものがどん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 売れれば、こんなに楽なことないなぁと。しかも、そのあらり10万、20万のものの入手が簡単、もしくは自分でそれが作れるとなると、どんなにいいことだろうと思ったんですけども、そういうものがありましたね。どこにあるかっていうと、私が実際に買ってみて分かりました。電子書籍のセミナー映像10万みたいなのを、なんか訳も分からず買ってみたんですよ。で価値を感じるかっつったら、感じるんですよね。まあ、これは… ものすごくいいい情報だなと思いましたそれはね無料の情報をいくらあさっても出てこないもしくは出てくるんだろうけどもそんなことに時間をかけてやっと無料でも有料級の情報が出てきたっていうふうな時間を超越してポンと10万払うと10万以上の価値のものにそこに巡り合えたんですよでも私は思うんですよねこの10万の映像を1000円とか2000円で入手していたらおそらく1万2万の価値しか感じなかっただろうなということなんですよだから 価値の感じ方っていうのは多くは先入観に依存しているところがありますのでそれを壊そうとすると今まで購入することもなかったような情報商材動画に30万40万ってお金を払うしかないと思ったんですよそうして払うことによって自分の先入観と常識をポンと外れてですね新しい大きな海に泳ぎ出すことができたんじゃないかなと思いますそして今私は自分で商品を作るときに当然 この価値は100万200万級だなと思えばそこに30万50万って値段をつけることが可能になったわけですよで30万50万で物を買った人が捕まされたって言うかと思ったらもう大感謝してくれますからねしかも成果まで出るというねで成果が出ない人だってやっぱり頑張ってくれるんですよで頑張ってくれるから私もあの手この手でアフターフォローするわけでしょで成果につなげるようにしていくっていうことなんでものすごくいい関係でできてると思うんですよね じゃあ人間の能力に私は、あの、ケチをつけてるかって言ったら全然つけてません。その人の能力に合わせた商品を作って、その人の能力に合わせたプロモーションするだけなんですよ。ですんで、例えばね、あの、全然私は対人関係うまくいきませんとか、喋りがうまくいきません。全然そんな人でも、私と一緒にセールスをすれば売れるんですよね。うん、だから目的に、たどり着くためには、ルートは一つではない。 100人いたら100取りのルートがあるってことですよね。そして何もね、あの自分に持っていない能力を使えってわけじゃないんですよ、うん。持ってる能力で十分なんですよ。誰でもそうです、それは。でも、その持ってる能力を私がいくらね、あなたにはこの能力があるっていうふうに指摘しても、いやいや、とてもとてもってなるんだったらもうお手上げです。私が信用しているあなたを、あなた自身が あなた自身を信用してないんだったらもうそこでもうジエンドですからねまあやっていきましょうよ。本当にお疲れ様です